昨今の日本は昨年度の2023年度分から防衛予算案の大幅な増額施策が打ち出され、政権を運営する現在の岸田内閣は2024年に入ってなお、支持率の低下は指摘されつつも、大枠の防衛政策については国民の支持を失ってはいないと感じられるよね。岸田内閣が打ち出した防衛予算案の増額は、2023年度分から2027年度分までの5年間の累計で総額およそ43兆円規模となることが試算されており、冷戦時期より不分立とされた領域の拡大に踏み込んだと言えるだろうな。今回はそんな防衛予算の大幅な増額の中心であるスタンドオフミサイルについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、冒頭の続きだけど、日本の防衛予算は対 GDP 比で 1% 以内に収めるとする不分率。当時の歴代の政権が示してきた指針ではあったけど、今の日本を取り巻く安全保障環境の下ではその堅持を期待することは甚だ困難と一部の関係者からは目されてきたんだ。かつての東西の冷戦時代に日本の最大の仮想敵国は言うまでもなく旧ソ連であったけど、今のその地位は中国になっており、その軍備の内容や数は前者を上回っていることは明白であり、日本も対応を余儀なくされたと言えるだろうね。中国の軍事力の脅威は、1980年代には旧ソ連とアメリカ、1991年の旧ソ連の崩壊後には現ロシアとアメリカとの間で交わされた、複数のスタート戦略兵器削減条約という軍縮条約に縛られなかったことで大きく増加したよ。そのタイミングで旧ソ連、現ロシアとアメリカとが中距離打撃兵器の開発を制限する中、これに縛られなかった中国は準中距離弾道ミサイルでかつ対艦弾道ミサイルである DF-21 等のミサイルの配備を1991年から進め、同ミサイルはすっぽりと日本全土を射程距離内に収めているな。その後も中長距離打撃兵器である複数のミサイルの配備を加速させる中国に対して、日本はここに来てようやく敵の防空兵器の射程距離外から攻撃が可能なミサイルをスタンドオフミサイルと位置づけ対応を進めているわけだ。政治的には長距離打撃兵器であるミサイル類は、かつて敵基地攻撃能力と称されてきたものを反撃能力と言い換えるなどの方策で、自衛隊への配備を容認する形として進めており、反対勢力への理論武装も並行している状況だぜ。そうしたスタンドオフミサイルの代表例としては、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達する計画や、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発などが大きくマスメディアの報道でも取り上げられるなどしているね。そんな状況下でこれらトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型などは、対地及び対艦攻撃を想定した兵装だけど、長距離防空を担う兵装として段階的な開発が進められているのが丸3式中距離地対空誘導弾のシリーズとなっているよ。丸3式中距離地対空誘導弾は、2003年度に陸上自衛隊の装備品として正式化された中距離での防空任務を担う地対空ミサイルシステムで、胴体内での通称は中サムと呼称されている、すべてが国産の兵器だね。この丸3式中距離地対空誘導弾は、三菱電機社がシステム構成の取りまとめを担い、ミサイル本体は三菱重工業社、レーダー類は東芝社が製造を行っており、陸上自衛隊の編成の1個軍用のコストは一式でおよそ470億円とされているぜ。これは同様の用途の兵器である、元がアメリカ製のペトリオットパック2と比較した場合、およそ 45% ほどの費用の低減が実現された形であり、間違いなくコスト面では国産化の効果が反映されたものと言えるだろうな。丸3式中距離地対空誘導弾はミサイル本体を6発で1組としたキャニスターに収容し、これを搭載する装輪式の車両の2台から垂直に発射する型式が採用されており、運用に必要なスペースの確保も従来品より自由度を増加させているよ。気になる丸3式中距離地対空誘導弾の有効射程距離だけど、陸上自衛隊として公には数値は未公表ではあるものの、2014年に千葉県の下志津駐屯地にて開催された催しでの説明や、
アメリカで実施されたテストの結果からは少なくとも 60km を超えると推察されているんだ。2017年度の防衛予算からは発展型である03式中距離地対空誘導弾改善型の調達が開始され、こちらは敵の低空を飛翔する巡航ミサイルや、高速度の空対地ミサイルの迎撃能力を加え、友軍とのデータリンク能力も向上されたと目されているね。この03式中距離地対空誘導弾改善型は、2015年にアメリカ本土のホワイトサンズミサイル実験場において実写テストが行われ、巡航ミサイルに見立てた標的10発すべての迎撃に成功し、その中には低空を超音速で飛翔するものも含まれていたというぜ。そのためアメリカ側も03式中距離地対空誘導弾改善型の迎撃能力は非常に高いと評価したとも伝えられており、この情報を聞き事実と考える限りにおいては、かなり優秀な地対空ミサイルシステムだと感じられるな。現状では03式中距離地対空誘導弾をベースとしたシリーズの発展型は、1、2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾、2、2026年に開発が完了予定の03式中サム海能力向上装置研究開発分、3、2028年に開発が完了予定の03式中サム海能力向上新規研究開発分、4、2031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型があるらしい。この中で2の2026年に開発が完了予定の03式中サム海能力向上装置研究開発分と、3の2028年に開発が完了予定の03式中サム中サム海能力向上新規研究開発分は、従来の地対空ミサイルシステムの性能を向上させた発展型ってわけ。これらは主として今の日本の最大の仮想敵国となった中国に対抗するべく、主として中国軍が配備を進める新型短距離弾道ミサイル SRBM 及び、極超音速滑空体 HGV を迎撃することを目的として定め、段階的にこれらへの対処を図るものだろうね。費用の上ではこれらには2023年度分の防衛予算の中ではおよそ758億円が計上されており、これはもともとの事前の事業評価の段階ではおよそ598億円が見込まれていたこともあり、かなり大きな投資を行おうとしていることが感じられるよ。ついで残りの1の2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾と、4の2031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型についてであるが、こちらはベースである3式中距離地対空誘導弾を海上自衛隊の艦艇に搭載する型式に応用するものとなるようだ。これら一連の新艦対空誘導弾は通称として ASAM の名で呼称されているが、既存の海上自衛隊の護衛艦に搭載することで、敵の航空機や対艦ミサイルを迎撃するための長射程の兵装として運用することを念頭に開発が行われているぜ。新艦対空誘導弾は対象となる護衛艦の VLS 垂直発射艦から運用されると想定されており、ミサイル本体はベースである03式中距離地対空誘導弾階からレドームに変更が加えられ、誘導に必要なデータリンクとブースターが追加されている模様だな。こうした新艦対空誘導弾の実用化について、元自衛隊で左官を務め、今は数々の自衛隊への評論をマスメディアに発表している人物が、もともと地対空ミサイルシステムであったものを艦艇搭載用に変更を加えたことについて疑義を呈する意見を述べているね。その結論は、もともと地対空ミサイルシステムとして開発された03式中距離地対空誘導弾階がベースである以上、新艦対空誘導弾は艦艇を目指して低空で飛翔する敵のミサイルの迎撃には不安が残るというもののようだな。個人的にはこの人物の指摘が確実に誤っていると指摘することもできないけど、正直いくら日本や自衛隊が準備不足の側面が否めない点もないとは言えないとはいえ、そんな不安なものに多額の予算を投資するとは思いたくないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年3月25日から29日までの延べ5日間をかけて、在日アメリカ軍の横須賀海軍基地内に停泊した同軍の艦艇を用い、
搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練が日本の自衛隊関係者に向けて実施されたよ。このトマホーク巡航ミサイルの運用訓練の実施の様子は、3月28日に在日アメリカ軍を通して一部の報道機関に公開され、アメリカの駐日大使であるエマニュエル氏も同席しており、日米の軍事的な分野での関係強化を改めて強調したものとなったな。さて今回はトマホーク巡航ミサイルの導入に向けての取り組みについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、エマニュエル氏は九段のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に対して、日本とアメリカ両国の抑止力を向上させること、太平洋方面における軍事行動の信頼性の向上に寄与することをポイントとして報道陣にコメントを発しているんだ。政治的には来月の2024年4月10日に日本の岸田総理が渡米し、アメリカの首都ワシントンにおいて同国のバイデン大統領との会談を行う中でも日米の軍事的な連携の強化が議題に上るであろうことも示唆されたな。日本政府としては従来までは敵基地攻撃能力と称されてきた、トマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を政治的には反撃能力と言い換えることで、その取得保有運用を定常化させる姿勢を示しているね。自衛隊側では今回のアメリカ海軍の艦艇において搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に際しては、海上自衛隊員はもとより航空自衛隊員も含め参加を行ったとされていて、隊を超えた連携も考慮されていることが推察されたよ。今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練は、実際に同ミサイルを発射するような大掛かりなテストではなく、艦内の戦闘指揮所において、その運用手順のレクチャーを自衛隊側がアメリカ軍から受けるといった形式が取られた模様だね。ここに参加した自衛隊員らは、艦艇搭載型のトマホーク巡航ミサイルの発射までの一連の操作を戦闘指揮所内の実際の必要機材を通して学習し、目標捕捉から攻撃に至る工程をシミュレーションで体験したものと思われるんだ。在日アメリカ軍が今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練のために用意し使用した艦艇は、同海軍の主力の水上戦闘艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の35番艦で2022年8月に就役を開始したマッキャンベルだったぜ。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、日本の海上自衛隊が2024年4月時点で8隻を保有運用中のイージス護衛艦のベースであり、マッキャンベルはその中でも比較的に新しいフライト 2A というバージョンに当たるな。マッキャンベルは満載排水量が9648トン、全長が 155.3 メートル、全幅が 20.1 メートルの艦体を持ち、これに4機のガスタービンエンジンを組み合わせた COGAG 方式の機関を搭載、最大で出力27万馬力で速力31ノットと公表されているよ。このマッキャンベルという艦艇は、2011年の東日本大震災の際には航空母艦ロナルド・レーガンの艦隊の一部として被災地支援のために派遣された経緯もあり、艦名に聞き覚えがあるという方も少なくないだろうね。マッキャンベルは今年2024年1月末に在日アメリカ軍がそれまで配備していた、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の8番艦であるアンティタムの代わりに、近代化改修を施された後に日本へと配備された状態だったんだ。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト 2A としてマッキャンベルは、主兵装にマーク、41モッド、7VLS を96セル実装しており、ここから今回の訓練の対象となったトマホーク巡航ミサイルも運用する能力を有しているぜ。前述したように海上自衛隊が保有運用中のイージス護衛艦は8隻だが、その内訳は混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻となっており、日本でもこれらがトマホーク巡航ミサイルの搭載の対象となることは間違いないだろうな。これら海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、近年は主任務として北朝鮮の各種のミサイルを迎撃するためのミサイル防衛の要と位置づけられてきたけど、日本を取り巻く安全保障環境が悪化する中でその役割は多様化してきているように思えるよね。海上自衛隊ではヘリコプター搭載護衛艦 DDH の出雲型2隻も航空母艦化改修を施している渦中にあり、
これらが艦載機として F-35 ライトニング2 B 型を運用する場合には、その艦隊の防空を担う艦艇も当然必要となるってわけ。日本は2023年度から2027年度までの5年間で大幅な防衛予算の増額を決め、総額で43兆円とすることでイージス護衛艦も現行の8隻体制から2隻増の10隻体制へと拡充させることが予定されており、増加する任務への対処を考慮していることが伺えるんだ。これら10隻体制のイージス艦とは別に2隻のイージスシステム搭載艦を、配備を中止したイージスアショアの代替策として新増することも確定しており、ミサイル防衛の中心はこちらに移行することも想定されるな。さて話をトマホーク巡航ミサイルに戻せば、日本は同ミサイルを総額およそ2540億円を投じて最大で400発をアメリカから調達する予定となっており、来年度の2025年度から2027年度にかけてその数を受け入れるとされているよ。費用面の総額およそ2540億円の内訳は、トマホーク巡航ミサイル本体の取得費用としておよそ1694億円、同ミサイルを運用するため、搭載対象となるイージス護衛艦への関連設備の取得におよそ847億円が計上されている形だね。もともとの計画において日本政府はトマホーク巡航ミサイルについて、400発とされるすべての数を最新のバージョンであるブロック5とし、2026年度から調達する方向で予算を計上していたが、1年間の前倒しを決断したぜ。この期間を1年間前倒して2025年度からとすることは、その理由に日本を取り巻く安全保障環境の著しい悪化が挙げられているが、それによってトマホーク巡航ミサイルのバージョンも最新型のブロック5と一つ前のブロック4に変更されたな。総数で400発を調達することに変更はないが、トマホーク巡航ミサイルのバージョンは最新型のブロック5と一つ前の型のブロック4をともに各200発ずつに安分して取得することに変更。性能そのものよりも配備時期を優先したと考えられるわけだ。トマホーク巡航ミサイルはバージョンがブロック5であれブロック4であれ、およそ 1600km とされる射程距離には大きな違いはないが、前者は攻撃目標を識別する能力が向上しているとされ、アメリカ軍も代替を進めている渦中だよ。またブロック5には、ブロック4の性能を高めたベースとも言うべき5型と、さらにこれを艦対地艦対艦攻撃用等兼用可能とした5型。艦隊機攻撃用の能力を向上させた5部型という3種類が製造されているな。こうしたトマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を自衛隊が装備することに関して、言わずもがな反対派の団体や個人は従来通り十分な議論がなされぬまま、日本政府が攻撃的な兵器の導入を強行しようとしているといった批判を続けているぜ。この問題を扱ったウェブコンテンツ上の討論番組を最近目にしたんだけど、そこに出演していた反対論者は日本がトマホーク巡航ミサイルのような兵器を持つことは、憲法上で許されていないということを論拠にしており、目新しい感はなかったね。ただしその番組の司会者は、憲法を論拠としたそうした主張には組みせず、そこには他国との関係を考慮した視点が抜け落ちていると指摘していて、ウェブコンテンツとはいえ日本の言論空間も変わってきていることを実感させられたよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。スターリングエンジンを搭載した潜水艦の建造はそろそろ終わりになるみたいだね。そんな中、日本の最新鋭潜水艦白鯨の進水式は無事に迎えることができたぜ。ここでオーストラリアが原潜導入計画を発表したが、それに刺激を受けたのか、いよいよ日本も原潜を導入するのかという噂が流れ始めているようだな。大鯨潜水艦もいよいよ就役する予定だし、日本は通常動力型潜水艦でトップの性能を誇り、戦略的にも潜水艦では世界屈指と定評があるんだ。大鯨の潜航深度はもちろん非公開だが、各国をはるかにしのぐ深さまで潜航可能ということは事実だな。さて今回は、海自潜水艦の22隻体制について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年10月14日午後、
海上自衛隊としては太平型潜水艦の2番艦である艦艇の進水式と命名式を同時に行う予定になっていて、式典の場所は現在建造を担当している川崎重工業者神戸工場と予定されているね。太平型1番艦でネームシップである太平は、この神戸造船所でちょうど1年前の2020年10月に進水式と命名式が終わっていて、現在は最終偽装中で、2022年3月には引き渡しされると考えられているんだ。太平は引き渡し後、海自による海上工事等の上、実戦配備されることになり、2013年平成25年の防衛計画大綱に稼働潜水艦22隻の運用体制の構築と謳われていたけど、この組織目標をまず達成することになるわけだね。この防衛計画大綱だが、世界で6番目に広い領海を持つ日本において、防衛に必要な潜水艦の数を計画として定めていたもので、今は22隻体制となっているが、それ以前には16隻体制を構築することによって広い領海をカバーする戦略が決定されていた状態だったぜ。それにしても、世界で6番目というくらい日本の領海は広いわけだが、日常的には全くと言って良いほど感じないよな。平成25年の防衛計画大綱で潜水艦16隻体制から22隻体制へと6隻増加を打ち出した背景を説明すると、やはり中国が原因で、近年海洋進出が著しい中国海軍への備えを強めざるを得ないという政治判断が下ったわけだよ。しかも、この判断はますます強化されている傾向にあることは言うまでもないよね。もちろん、これは中国が艦艇を南シナ海や台湾海峡、尖閣諸島を含む南西諸島方面へ出没させていることがあり、その数は年々増えていることもわかると思う。中国は今まで以上のスピードで新造艦をこういった海域日本の領海も含むに投入してきているから、この現状を考えれば当然の対応と判断せざるを得ないと思われるな。海上自衛隊はヘリコプター搭載型護衛艦である出雲や加賀を航空母艦に変えるために改修工事を予定していて、その後に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機として軽空母のように運用する対策も同時進行中なんだけど、やはり中心戦力となるのは潜水艦だろうね。前述したように2022年3月、最新型太平が海自に引き渡されることによって潜水艦22隻体制が確立することになり、内訳は太平型1隻、操縦型12隻、親潮型9隻ということだよ。この中で親潮型は1998年平成10年から就役していて、かなり息の長い艦といえ、約70名の乗組員を要する通常動力型潜水艦で、サイズは基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートル、深さ 10.3 メートル、喫水 7.4 メートルなんだ。この艦の機関は、ディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターを備えているディーゼルエレクトリック方式で、親潮型は計11隻が建造されたんだけど、そのうちの1番艦と2番艦は練習艦に変更されているため、実戦に配備されるのは9隻ということになるね。操縦型は2009年平成21年から就役していて、乗組員は約65名。サイズは基準排水量が2900トンから2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.3 メートル、水 8.5 メートルだから、親潮型より少し大きいことになるんだ。操縦型は1番艦から10番艦までは非待機依存推進型のディーゼルエレクトリック方式を採用していて、これはディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターにスターリング機関を備えた機関で、その当時は最新機関と注目されたんだ。しかし、操縦型11番艦欧遊からは、スターリング機関の搭載を中止しており、代わりにディーゼルエンジンとリチウムイオン製蓄電池、発電機とモーターを備えた構成となり、非待機依存推進型ではなくなっているぜ。スターリング機関の搭載を止めたことで欧遊以後の性能は、
カタログデータ上ですが水中の時空間力は8000馬力から5600馬力へ、水中最高速度は20ノットから18ノットに低くなった形ではあるが、使用する上での水中性能の持続力は逆に増大したと言われているな。というのは、出力の割には重量があるスターリング機関を外したことで、水中運用自由度が増加したことと、限られた潜水艦内にスペースが確保できたというメリットが出てきたからとされているわけだ。OU は初めてリチウムイオン蓄電池を実用として採用した潜水艦になっていて、リチウムイオン製蓄電池の特徴としては、従来の鉛製蓄電池よりも大電流大容量ということだね。しかし、物事には表と裏があるように、デメリットも確かに存在していて、それが小型家電製品などで事故が多発していたように、リチウムイオン電池は発火しやすいという点だよ。リチウムイオン電池を使っているスマホから発火したというニュースがあるしな。この危険性を防いだのが、日本の GS 湯浅社のテクノロジーや艦隊そのものへ対策を施すことで実現したわけだ。ただし経費の面では今までのものより高額になっていて、建造費は総有型10番艦小有が約517億円だったんだが、11番艦大有は約643億円となり、約 24% ほど高くなってしまったぜ。建造コストの点から見ると、最新鋭対芸型1番艦でネームシップ対芸は約800億円と判断することができ、新型のシュノーケル発電やソナーなど新しいシステムが採用されている分、経費は比例して増えているわけだ。2021年9月以降、オーストラリアがアメリカあるいはイギリスの技術サポートを受けて攻撃型原子力潜水艦を購入する方針転換したことが大きな話題になったんだけど、実はそれらの艦とは日本の潜水艦はそもそもの基本が全く違うんだよね。アメリカ海軍の最新攻撃型原潜は乗組員が130名以上のバージニア級で水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 メートル、喫水が 9.3 メートルという大型潜水艦なんだ。なんといってもこのバージニア級は、原潜ですから水中の最大速力も30ノットを軽く超えると見られており、オーストラリアはこのスピードとそれによって拡大する行動範囲の広さ、トマホーク対地巡航ミサイルによる長距離対地攻撃能力が欲しかったものと推測できるぜ。今まで原子力の軍事利用をオーストラリアは日本同様に施行してはいなかったが、しかしこのオーストラリアの路線変更が刺激しとなったのか、一部から原潜の保有を検討すべるべきではないかという主張が湧き出してきた空気もあるな。しかし、まず冷静に潜水艦の用途を再検討することから議論を始めるべきではないかと考える声もあるみたい。良いことずくめのようなバージニア級潜水艦だけど、建造にかかる経費は1隻約3000億円とも噂されているし、最新鋭の対芸型が約800億円だから、比較しても約4倍にもなろうとする巨額な金額ってわけ。維持管理などの経費をしっかりと考えた場合、沿海への進出を主目的とはしていない現在の日本に、本当にこういった潜水艦は必要なのか、そして原潜の耐用年数が尽きて退役となった場合、処理はどうするのかという問題も解決しなければならないぜ。原子力の恐ろしさを東日本大震災を経験した日本人は絶対に忘れてはならないからな。こうしたファクターを洗い出した上で、果たして日本は本当に原子力潜水艦を持つべきなのか、その是非について深い議論が必要ってわけだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。